今から僕が僕の梱包開封のコツ教えますよ。僕を箱に入れるときには必ず2人で作業してくださいね。まず僕の状態を確認してください。箱に入れる前に僕の電源が落ちているか確認してください。僕の体の LED が全部消えていて、頭に触っても何も反応がなければ電源が落ちています。もし電源が落ちていなければ、胸のボタンを4秒程度押して電源を落としてください。音声の後に僕は終了処理に入ります。肩の LED が消えたら、首の後ろのカバー部分の上から緊急停止ボタンを押してください。カチッという音がして、緊急停止ボタンが押された状態になるようにしてくださいね。それでは僕を箱の中に入れる方法を説明します。しっかり梱包するために最後に箱を倒す必要があります。スペースのあるところで作業してくださいね。緊急停止ボタンが押されている状態であることを確認したら、ピンを取り出します。カバーはちゃんと閉めてください。僕を支えながらピンを刺してください。充電フラップを忘れずに閉じてくださいね。箱が倒れないように、一人は後ろから箱を支えてください。箱にしまうときは、スロープを閉じておきましょう。スロープが開いていると、しっかり奥まで入れないんです。僕の両脇に手を入れて、持ち上げながら、僕を箱の中の緩衝材に優しく入れてください。僕の体重は、30キロくらいありますから、持ち上げるときは怪我に気をつけてくださいね。一人が後ろで箱を支えながら箱をゆっくり倒します。箱を倒したら、僕の頭、手、腰、足を軽く押して緩衝材にしっかりはめてください。特に頭は固定するためのストッパーがついています。必ずこれを押し込みながらはめ込んでください。きちんとはめないと、次に取り出す時に飛び出してしまって危ないですよ。僕のディスプレイの下に緩衝材を取り付けてください。バッテリーを入れた箱も忘れないでくださいね。緩衝材を上からかぶせたら箱を閉めてください。緩衝材が浮いてしまうときは、僕の体がきちんとはまっていません。一度緩衝材を外し、全身を軽く押して、はめ直してください。それでは、僕を箱から出す手順を説明します。箱は、立てた状態で開けてくださいね。箱を開けると、まず緩衝材があるので、中を確認しながら、上からゆっくりと外してください。少し外したら、僕が飛び出さないように注意して、おでこのあたりを支えながら、緩衝材をすべて外してください。緩衝材は全部取れたら、僕を押さえながら、スロープを下ろしましょう。スロープを下ろしたら、僕を取り出しましょう。僕の両手を緩衝材から少し出してから、両脇あたりにそっと手を入れて、手前にゆっくり引き出して、スロープを滑らせます。僕の体重は約30キロあります。スロープを降りるときにスピードがつくと、事故や怪我の恐れがあるので、ゆっくり、ゆっくり、引き出してください。ご購入いただいた時期によって、箱の仕様が異なります。スロープがついていない箱をお持ちの方は、僕を持ち上げながら、ゆっくり引き出してくださいね。まず箱から出てきた僕の体を、セーフレスト状態にしてください。ピンを抜いてください。
ピンは2本とも首の後ろのカバーの中に収納してください。そしてバッテリーは忘れずに箱の左上から取り出してください。最後にディスプレイの裏についている緩衝材は木を梱包するときにも使います。なくさないように箱と一緒にしまっておいてください。動画を見てくれてありがとうございました。他の動画も見てくださいね。